丸尾くん、来週音羽テニス選手権という県大会レベルの大会があるんだが、はあ、出てみないか。え、神奈川ジュニアサーキットでは1回戦負けだったしな。リベンジのチャンスだよ。俺ら上位は出ねえからお前にちょうどいいかもな。リベンジか。よし、たくまさん、もう一度お願いします。後ろ、ガラキ！クソ、スマッシュは無理。入る！通るのか？しつこい！これでどうだ！無理に出てきて、オープンコートができた。1、3、6のうち、6に、コントロール！ゲーム、5-4、丸尾。よし、練習通り！なかなか様になってきたじゃないか。何書いてんだよ。ゲームセット6-4ボンバイ丸尾。やったな、 A ちゃん、初勝利じゃん。まあね、でもギリギリだったよ。まあ勝ったんだからもっと喜べ。でも確かにお前素人目にも上手くなったぜ。本当？ゲームセット6-4ボンバイ丸尾。やった。おお。3回戦の相手あいつか。すげえしつこいから気をつけろ。知ってるよ、最近 STC に入ったノートのやつだろう。ノートのやつか。あら、今日は勝ったの？うん、明日は3回戦だよ。2試合も勝ったの？よかったじゃない。うん、でもあんた最近テニスばっかりやってるけど、夏休みの宿題大丈夫？ちゃんとやってるよ。塾の夏期講習だってあるじゃない。そっちも大丈夫だって。ゲームセット6-2ウォンバイ。3回戦敗退か。でもまあ1ヶ月前の初戦敗退から考えればすごい進歩だよな。うん、ちょっと前進、少しは前に進んだけど。たくまさんにはまだまだ遠い。
なあ、聞いてんの、 A ちゃん。え？何？そんなくよくよすんなって。気になる女の子もできたことだし、この数ヶ月のお前の進歩は目を見張るものがあるぜ。は？分かってるくせに。ちょっと待てよ影山、何勝手に決めてんだよ。あ、おはよう A ちゃん。3回戦まで行ったんだって？おめでとう。あ、おはよう高崎さん。ありがとう。ねえ兄貴、なんで兄貴はなっちゃんのことを名字で呼ぶんですか？え？なんでって、別に学校でもそう呼んでるし、特に理由なんてないけど。なっちゃんでいいじゃないですか、仲いいんだし。今さら急に変えるのもどうなんだろう。なんか恥ずかしいんだよな。よし、玉出しから行くぞ。なっちゃんか。A ちゃん、まだ帰んないの？もうちょっとやってく。トレーニングの時間増やしたんだ。そっか、次こそ3回戦突破したいもんね。うん、シード選手に勝たないと。でもあんま無理しちゃダメだよ。うん、ありがとう。それじゃ あ、お疲れ、なっちゃん。頑張ってね。よし、自然だ。普通に言えた。兄貴、頑張った。頑張れ、A ちゃん。夏休みの宿題、提出してください。英語のプリントは、佐々木さんの方に出してください。テニスやってるからかな。ん？どうしたの？佐々木さん。え？なんでもないよ。ねえ、なんで？あれ2年の怖い人だよね。1年の教室に何の用だ？まさか誰か閉められんのか。お、いたいた。あれ、たくまさん。どうしたんですか？なんで1年の教室にたくまさんが？いや、お前にちょっと用があったの。今日 STC に宮川と荒谷が練習に来るらしい。宮川くんと荒谷くん。コーチからの伝言だ。もし一緒にやりたければ早めに来い、だと。お、俺も参加していいんですか？とにかく伝えたぞ。ありがとうございます。なんか全然大丈夫みたい。どうなってんだ？じゃあね、高崎さん。じゃあね。高崎さん、明日日直だからね。うん、じゃあまたね。あれ、A ちゃん。ねえ、高崎さん。あ、名字で呼んじゃった。でも学校じゃこっちが自然だよな。今日の STC の練習って、あれ、高崎さん聞こえてる？え、なんだ、聞こえてるよな。ねえ、あれ、ちょっと高崎さんってば。あれ、丸尾くん。やっぱり無視されてる。どうしよう、なんでだ。結局どっちなの？はい、呼び方はいつも同じじゃないとわかんないよ。あ、そっか、ごめん、なっちゃん。なっちゃん。今日の練習なんだけど。あ、合同練習でしょ、楽しみだね。俺なんかが行ってもいいのかな？いいんじゃない。今日は実力関係なく、いろんな選手と練習できるんだから。そっか、じゃあ気にすることないね。全然。なんか丸尾くん最近変わったよ。ただいま。行ってきます。ちょっと待ちなさい、栄一郎。何？またテニス？最近テニスばっかりじゃない。勉強なら大丈夫だよ。
ちょっと大変だけど、ちゃんと両立するから。行ってきます。ったく。でも、初めてかもしれないわね。あの子が自分の意志で、ここまで何かをやりたがるの。来たか。じゃあ時間がないから軽くラリーから始めよう。マロ君、こっちに入って。第二シードのアラヤ君。ボールが重い。すみません。想像以上、俺がダントツの下手くそだって身に染みてわかる。すごいボールの変化だ。追いつけない。これが第三シードの宮川くん。第一シードの拓馬さんには相変わらず歯が立たない。ん？俺はどうすればいいんだ。どうすればあの人たちに追いつけるんだ。母さん。ん？俺塾やめたいんだけど。はあ？栄一郎、あんたね。塾はやめても勉強はできる。俺勉強はちゃんと頑張るよ。だけどもっとテニスコートで練習したいんだ。毎朝5キロも走ってんの？お前やっと5キロだよ。走り込みはコントロールを良くするのに大切なんだ。ああ。今日も寒いね。おお。A ちゃん、早く練習行こう。じゃあ影山、また。うん、行ってこい。うらっ、走る。ラスト10球。はい。ナイスショー。 A ちゃん、上手くなったね。そりゃこんだけ毎日やりゃ多少は上手くなるだろう。しかも練習相手に恵まれてっからな。下手くそのくせに。たまにタクマが相手してるもんね。この勢いで伸びたら来年はさすがにタクマも危ないんじゃない？こんな勢いで伸び続けられるかよ。いや、伸びたとしても俺は余裕。壁打ちでいつまでも打ち続けられるくらいの完璧な基礎がなきゃ試合の生きたボールには対応できない。
し、丸を抜いた。6位に落ちた。まあでも総得点はそんなに落ちてないか。そうそう、お前が下がったというよりは佐々木さんが4位に上がったんだよな。そうだろ佐々木さん。そんな私は。いやー頑張ったんだね佐々木さん。丸尾くんは最近テニスばっかりみたいだけど大丈夫なの？え？ああ、うん、大丈夫だよ。ちょっと疲れはあるけどすごく充実してるし。そう。冬休みもテニスか？まあね、母さんは塾の冬季講習入れろって言ってるけど。じゃあ初詣どうする？え、何？お前高崎さん誘えよ。なんで？なんでじゃねえよ、その方が楽しいだろ。なんで誘わねえんだよ。だっておかしいじゃん、急に誘ったりしたら。は、うん、まあ初恋なんてそう簡単に実るもんじゃねえよな。しかも相手が学校のアイドルとくりゃなおさらだ。おい何の話だよ、うん、なんか奇跡でも起きない限り。あっ、あれ、ちゃん、影山くん、なっちゃん。え、初詣私たちもだよ。私たち、お姉ちゃんと来たんだけど先行っちゃったのかな。お姉さんいるんだ。あ、発見。松の友達、はじめまして。はじめまして。さすが高崎姉、これまたお綺麗で。ねえねえ、夏が初詣誘おうかなって言ってた A ちゃんはどっち？こっちが同じテニスクラブの A ちゃんだよ。だけどお姉ちゃんが一緒に行こうって言うからやめたのに、ここでそんなこと言わないでよ。あのなっちゃん。お、行くのか A ちゃん。俺もなっちゃんを誘おうとしたんだ。いったー、やっぱり初詣は同じ目標を持った人と行きたいもんね。あとタクマもいれば完璧だったのにね。あ、そうだよね。目標3回戦突破。学年で6位、なんとか頑張ってるわね。でも2年生になるんだからしっかりね。うん。春休みは塾行く？それともテニスで。サーブ、リターン、ストローク、ロブ、ボレー、スマッシュ、全部やる。上手くなるには全部まんべんなくやらないと。丸尾くんは几帳面で手を抜けない性格だから、全部のショットを完璧にマスターしようとするんですよね。だったら全部マスターさせてやって、欠点がないということを武器にしてやればいいんじゃないか。はあ、なるほど、面白いかもしれませんね。今年は同じクラスだ。おう、2年もまた一緒だな。また一緒ね、丸尾くん。あ、うん。あ、A ちゃん、同じクラスだね。よろしく。うん、よろしく、なっちゃん。今、何冊あるんですか？今、18冊目。この1年間の決勝ですね。そうか、もう1年になるのか。今度は5月の大会に出るんですよね。うん、俺はまだ県レベルの3回戦突破の壁を破れていないから、今度こそ勝ちたいんだ。
ノーシードの兄貴は大概3回戦までにシード選手と当たりますからね。分かってる。40-15。ゲームセット 6-3 ウォンバイ千葉。ダメだ、また3回戦負けだ。夏休みなんか予定あんの、 A ちゃん？試合だよ、神奈川ジュニアサーキット。うん、去年出たやつ今年も出るんだ。この大会を目標に1年頑張ってきたんだ。神奈川の強豪が勢揃いする大会なんだよ。そっか、じゃあ今年も応援に行ってやる。全国レベルのみんなとの差を縮めることができてるのかはわからないけど、やるべきことをできる限りやってきた。だから目標がどんなに遠くても、どんなに自分の一歩が小さくても。11番山本さん、12番川崎さん、3番コートに入ってください。7番コートの勝者は至急本部までお越しください。立ち止まりさえしなければ、いつかきっと。10時集合の選手でまだ出血を届けてない方は本部までお越しください。繰り返しお伝えします。10時集合の選手でまだ出血を届けてない方は本部までお越しください。きっと届く。聞いてるぞ。ちょっとストップストップ。試合前に疲れてどうする。次回のベイビーステップは真面目がスタイル。